度はこうして小原さんにお歌いいただくという、はい、私たちも今日実はこっちからはね、うん、この撮影してくれているあの2人のマネージャーのことを撮ってあげたいぐらい、これ最初に比べたらどれだけこのいろんなメカとか、あ、機材も増えてきて、ね、工夫が見れ、これでも映像上はあんまり分かんないかもしれないけれども、すごい工夫しているんですよ。で、私たちもなんか最初は本当にうちでいるそのままでしたけれども、うん、今日は衣装までいろいろ考えるようになってきちゃった、はい、これはただの T シャツじゃありません、はい、小原さんの T シャツは今日の日のためにすごいおしゃれな、ありがとう、今初めて見たんですよ、僕もていうか、ちょっとごめんなさい、はい、話またそれて申し訳ない、何でしょう、いつも、はい、演奏会とか私に一緒にライブにね、はい、やってくださる、演奏してくださる時も、はいはい、むっちゃおしゃれじゃないですか。それで小原さんって男性なのにお衣装の量いつも荷物すごい多いんだって私思っているんです。私たち時とかは着物なのでどうしても多くなっちゃうんだけど、小原さんはお帽子の箱とかさ、帽子もちゃんといくつかご用意、はい、1回ワンステージ目ね、セカンドショーとかになってくるとお帽子も違うので、お靴も楽屋に小原さんのピカピカのエナメルの靴がこうやってね、何足か並んでいらっしゃるのよ。それを並べるのは千葉さんがちゃんと並べてね、時々海一郎くんが蹴飛ばしたりなんかしちゃってとかあって、そうそう、誰が選ぶんですか、洋服、お洋服、普段着じゃなくてステージの、千葉さんの趣味なんですか、決まった洋服屋がある、素晴らしい、決まった洋服屋さん、普段は、普段は僕はジャージです、ね、お家の時はジャージ、まあ、でも家はみんな大体そんなもんだと思いますけど、はい、うん、ご自分で買われ選ぶんですか、あ、自分で買う時もあれば、まあ、うん、ステージ衣装のお下がりみたいな、あ、まあ、はい、着潰してしまおうかみたいな感じです、はい、普段はパジャマで寝るんですか、普段はジャージで寝るっていう男の人もいるのね、うん、最近結構ジャージで寝ますか、え、パジャマ着ないんですか、はい、夏場も、はい、夏は綿の長袖のパジャマを着た方がよろしくございますよ。そうですか。僕はあのね、あのなんと掛け布団もかけないんですよ。は？いつも大体掛け布団の上に寝てる。それじゃあうちの犬と一緒じゃないですか。うちの花ちゃんも掛け布団の上に寝るんですよね。はい。子供の頃から？そうですね。はい。なのでだからホテル行った時に、どこで寝たのかわからない、あのメイクの下、メイキングの下で、部屋使ってないじゃないですか。そんな感じで、ね、あ、そうなんかつまらない話ですか、はい、面白い、あ、そうなんですか、わ、はい、かりました、いえいえ、じゃあ今日はこのぐらいにしときますか、今日そんなことって、今日の歌はそんなね、掛け布団とかね、はい、そんな話じゃなくて、はい、すごくもっとこう、これは、ね、愛を語りたかったな、はい、ぜひ美香さんに歌っていただきたい歌で、これって私にも本当にいつか歌いたい、いつか歌いたいってずっと思っていて、実は一度も歌ったことがないんです、本当、うん、てかあまりにも楽曲がこう、うん、有名かついろんな方がお歌い、世界中でね、うん、なのでなんか気が引けてたっていうのがあるんですね、だけど、まあ、今日、まあ、こういう時にちょっと歌わせてもらって、でまたどっかで少しずつ歌っていけたらいいかなと思ったので、あ、じゃあちょっとやってみようか、その曲というのは、は愛の参加、うわ、元歌はエディット・ピアフ、はい、で恋人をあの若いあのボクサーだったかな、飛行機事故で亡くした時にあのご自分が作った、エディット・ピアフが作った歌だというふうに記憶しておりますけれども、うん、ピアフっていうのはドラマチックなというか激しい人生を生きた人 で、まあ、歌手たるもの、舞台に立つものってそのぐらいの経験をしてた方がって人事なら思うけれども、もしあんな人生を私が生きなければいけなかった時、事故でなくすは自分の体はボロボロになっていくわって辛くてしょうがないと思うんです、まあ、その愛の参加って歌詞が日本語でもちろん、そうですね、日本語の歌詞ってすごいあの多くの人が作ってらっしゃるので、そうですよね、うん、シャンソンの歌詞ってなんでこんないっぱいあるんだろう、まあ、あの自分で訳して歌う方もいるし、はい、まあそうですね、いろんな、なんていうの、あとやっぱり言葉の盛り方がまた違うから、うん、自分なりに解釈してるかな、うん、はい、でこの作品はあの一番有名なのは越路吹雪さんだったって、そうです、ね、で岩谷時子さんの、そうですね、でも岩谷時子さん、岩谷時子さんの
もう訳詞というよりは作詞に近い感じでもう日本語の日本語の歌としても成立してるっていうか、そうですよ ね、うん、それであの一番多分皆さんがよく知っている歌詞が、うん、あなたの思いを受けて私を抱きしめてっていう、もうこれに尽きると思うんですよ、うん、であんまり難しいことを言っていらっしゃらないの、うん、で同じ言葉を繰り返していたり、多分意識的にやっぱり流行歌としてシャンソンを流行歌として捉えて詞をつけられたんだなっていうふうに思うんですけれども、うん、あと、ね、人によってはその原詞に近いニュアンスで訳詞されてる方もいるので、そうですね、あの中西レイ先生、はい、あの歌謡曲もたくさんお作りでしたけど、レイ先生ってやはり若い頃からシャンソンの訳詞をものすごくたくさんしていらっしゃって、はい、あのご自分も作曲もたくさんなさっているんです、はい、シャンソンをいっぱい作っていらっしゃるので、まあ、日本のシャンソンですよね。だから中西先生の愛の参加も大好きなんですけど、今日はあえて違う歌詞で歌ってみようかなっていうふうに思っております。はい、はいはい、で僕もこの曲はのいろんな方と共演してるんですけども、あのみんなねキーが違うんですね。歌い方もサイズもみんな人それぞれで違うんです。サイズ違いますよね、はい、なので、まあ、歌詞によっても違うのもあるし、それからあの普段ね、あの市販されてる楽譜って、あなたのエルテデルこのキーの楽譜が出てるんだけど、このキーで歌う人ほとんどいないっていうか、これなんでじゃこのキーで出すんですか。弾きやすいんですか。うん、そうかもしれない。あとは誰かと歌ったのがそのキーなのかな。ただもうそれぞれ皆さんキー変えて歌いになったりするので、はい、私のキーは何ですか、何ていうキーですか。これ今日聴いていただくのは、はい、越井吹雪さんが歌ったキーと同じなんですよ。あ、越井さんと同じキーで。はい。あ、そうなんだ。はい。なんですね。だからあのこれも大変珍しいキーなのかなと思うんですけど。低いでしょ、多分。そうですね。あなたの全然違いますね。燃えるから。どんなになるかちょっと楽しみですね。はい、歌詞どれで歌うのか決めたんですね。もう決めた。昨日の夜決めました。はい。あ、実は、はい、昨日の夜清書しましたっていうのは、はい、自分で作りました、うんうん、申し訳ありません。はい、ぜひ聞いてください。What?